テイクバック、うん、すごくインサイドに引きすぎる人いませんか。うん、言うと思う。インサイド行った人がここから振れないから絶対外から来るよ。線に対してなくて自分の上がった線よりも外側から来る人が多いよ。だから基本は上げた線よりも内側から来るっていう風なことができるように上げたからいいんじゃない。いや、それはだってアップライトの人もいればフラットの人もいるわけでさ、自分がこう構えたものに対して上げた四つやるは必ず内側から来るようにしようよねって。いや、例えばこうなっちゃう人はもっとこうできるものならやってみたらって。でそれはできないからだん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 そんなにフラットに上げなくなるから、だから必ず上げたラインよりもインからで、本当は変わってないんだよ。変わってないんだけど、この状態で下半身なりおへその辺がしっかりこうやって先に回るから自分の体に対してはインから入ってくるようになるだけで、ターゲットに対しては極端にインに入るわけじゃないから、だからそれはみんな勘違いしてるよね。すっごくこうやってインにするのが正しいと思っちゃったけど、そうじゃないから。